くは詰まって終わりを待とう。
ここから見るとなんかすごい1年生たくさんいて、でもそこにいても思ってたんですけど、来てくれてありがとうございます。なんだろう、何も喋ること考えてないんですけど、どうしようか。なんか部活選びとか、なんかそういうコミュニティを選ぶとき、まあ、大学生活に結構重要だと思うんですよ。そこにどこのコミュニティに属してるかによって結構大きく大学生活変わってくると思うし、で、まあ、アメミン、軽音、ギター部いて、まあ、3団体で迷ってる人も結構いると思うんですけど、もしかしたらなんかこの中に友達の付き添いだったり、音楽系に行くかスポーツ系に行くかとか、なんかいろいろ考えてる人とかいたら、自分は、まあ、結構いろんな MC で行ってるんですけど、高校までサッカーばっかしてたんですけど、そんな俺が大学に入ってなんか新しいことにチャレンジしたいなって思って始めたのがこういうバンドとかで、だからなんかそういう同じような境遇、高校までなんか違うこと全く音楽とは関係ないような生活を送ってるような人たちにより自分としてはおすすめしたいなって思ってます。で、まあ自分はまあサッカー部だったんですけど、なんかずっと家ではアコギを弾いてたりとかしてて、でも自分の周りはもうなんかサッカーしかしないやつらばっかで、この音楽を共有できる、ギターを共有できるような仲間っていうのが高校までずっといなくて、それでなんか大学入ってこういう音楽系のやつ入って、でなんか楽器購入会とか行って、でなんかいろんな楽器屋巡って、なんか自分の好きな色のギター買って、それ背負ってなんか下北の街をみんなで歩くとか、なんか自分にとってはなんかそう、ずっとここまでサッカーした自分にとってはなんかその一つ一つの瞬間が結構思い出深くて、だからなんかそうですね、音楽系に行こうかなとか、今日は友達の付き添いできたんだよなっていう人も、ちょっとなんか大学生活で新しいこと始めたいなって思ってるんだったら、その選択肢の一つにそのギターだったりベースだったり、その音楽とかそういう道に進みたいなっていう、ちょっと選択肢に入れてほしいなっていうふうに思います。で、まあ、あと1曲しかないんですけど、そんな、自分、あ、っていうか、間違えた。12月に自分引退しちゃって3年生なので、で、まあ、来年の夏とかに、これからね。あ、これからね、みんな3年生だから引退しちゃうんですけど、で、水差すな、MC なので。で、まあ、夏とかに戻ってきて、まあ、大体みんなと入れるのはもしかしたら1年半とかかもしれないんですけど、その1年半の間で、なんか、楽しい大学での思い出を作る仲間を探すために自分はこうステージ立って演奏してます。ラスト1曲、盛り上がる曲やるんで楽しんで帰ってください。ありがとうございました。愛生みれ、恋気まぐれ、ここに触れたら亡くなりたいか、恋半ばで触れ出してよ、確信犯つかまえないか、we'll be right back.
さんも3バンド出るんで見に来てください。お願いします。ありがとうございました。